リンもあったら食べるよあと小じゃがも絶対食べる小じゃが、りんご飴、いちご飴、チョコバナナは見つけたら絶対買います、うん、コウタロウさんおほらありがとうりんご飴うまえりんご飴美いしいよね多孔せんとかは食べないかな あ、出た。エレベーターでいたいランキング1位。りょうさん、ほら、ありがとう。アイスお祭りで <laughs> 祭りのく時の闇は暴かないの。あははあるよね。く時のなんちゃらかんちゃらみたいな。本当に当たりが入ってるのかみたいなのとか。あるよね。あんまなんかくじ引きはしたくないですね。 あ、ディスカスさん、たまやディスカスさん、打ち上げ花火ありがとう今年花火は、見てはないよね。今年花火は見てないけど、夏休み期間に、花火やった。花火、手持ち花火やったよ。え、なったあ皆さん、なんと、フォロワーさんが、77万人達成しましたあ、ディスカスさん、その打ち上げ花火だったらねディスカスさん、たまやありがとう銀リ館さん、 ありがとエモゼトさんパパガパンカオナシさんパパガパンチナミさんタマヤチナミさん打ち上げアナビありがとうノリち,ち,ち,ちゃんパッパガパンノリタマさんパッパガパンチュークリームさんパッパガパンシュンスゲーパパガパンあエモゼトさん 21歳、打ち上げ花火、つよつよ花火を、エヴォゼットさんありがとう。大地さん、パパガパン、ゆうみこさん、パパガパン、ひろくん、パパガパン、ブロさん、パパガパン、<laughs> ゆうみこさん、パパガパン、ひろくん、パパガパン、ありがとう、みんなありがとうございます。<laughs> 皆さんのおかげで、フォロワーさんが。 77万人をね、達成することができました。ああ、ディスカスさん、よしよしありがとう。そしてディスカスさんのレベルが29に達しましただって。ゲ気おめでとうでありがとう。アルトさん、パッパごパン。アルトさん、グラッカーありがとう。ディスカスさん、レベおめだね、レベおめユミコさん、ユミコさん、ハート。ユミコさん、ありがとう。ゲ気ー <laughs> <laughs> 空にハートを眺めるやつ、月から欲しい、だっけこれ。ケケありがとう。ほげーたケケありがとうございます。ありがとう。これはやっぱりほげータ T シャツ買わなきゃだね。<laughs> 明日、明日朝起きたらな、ネットの買い方わからんから、パパにほげータ T シャツ買ってって言っとくわ。<laughs> ありがとう。ケケありがとう。 みんなお揃いにしたいよっていう人はねあのネットでホゲータ T シャツで検索してみてください <laughs> いっぱい種類あったから白色もあったし黒色もあったしいっぱいあったよいいえってありがとうケケ本当にありがとうありがとうケケありケケありケケポケモンポケモンポケモンのホゲータっていうポケモン 最新のね、ポケモンみたいなんだよね。ちなみさん、ぽっぱごばん、ちなみさんからか、ありがとう。ハーターけいさん、フォローありがとう。みんな、初見さんでフォローしてくださった方は、ランダムでお名前お呼びさせていただきます。そう、オレンジ色みたいなやつ。知ってる知ってる知ってるハードウィありがとう。こーうーたーさん。さー。 河口さん、ほら、ありがとう。パンパカパン、<laughs> 違うよ、パンパカパンだよ。<laughs> パンパカパンじゃない、パンパカパンね、パンパカパン。どれいかか、教えて同じのか、え、ちょっと、ちょっとさ、マジで迷うんだけど。これは、これは一応、キらききに聞くしかないじゃない。で、赤色のさ、赤色のホゲッタか、白ティで。 タピオカみたいの持ってたホゲータの T シャツかどっちかで迷ってんだよね赤 T のホゲータか白 T のあのタピオカがなんかね持ってたそれはめっちゃ可愛かったんだよねどっちがいいかなでもなんといえば赤色なのかなえっ待ってどっちをかいてパパにさなんでなっちゃうこんなこんなあのキャラクターモードの T シャツに2個を買うんだって言われて <laughs> でも待って1900いくらだったからね、まあ、税込みで2000円とかからえー、ちょっとパパにお願いするしかだなこれはでもみんな結構赤やろうって言ってるケケが最初見つけてくれてホゲーターの T シャツそうでケケが見つけてくれて送ってくれたのも赤色だったんだよねそう練習してくれたのも赤色の,あのホゲーターの T シャツだったからえー、あケケちゃん後で教えてだって なんかね、ホゲータ T シャツって調べたらね、めっちゃいっぱい出てくるよ。そう。<laughs> すっごい出てきた。ちょっと待って、なあもう一回さ、休憩時間中にちょっともう一回見ようかな。どれがいいか。え、そう、結構、結構あるんよ、あれ、種類。そう、結構ね、種類がね、あってね。どれにしようと思った。あ、ブルーちゃん、ブルーちゃん、ヤッホー <laughs> みんなホゲータ好きになってくれてる、だって <laughs>。 ほんとそうだよ。みんな、なあ、ナッチーズの、ナッチーズの、ナッチーズといえばのキャラクターはもうほげえたかもしれないね。ほげ <laughs> ーた可愛いっ方、えー、調べたのほげーた可愛いよね。あ、おそろで行こう。そうや、みんな、みんなのほげーた T シャツおそろだな。おそろってなったら絶対赤のほげーた T シャツがよくないしたら赤色のほげーた T シャツにしようよ。 ちょっと赤色のホゲータ T シャツがさ 1, 1種類しかないか調べてみようみんなで買ってケケさんにサインもらう <laughs> それ最高や <laughs> みんなみんなあのホゲータ T シャツの端の方にケケのサインが入ってるんでしょ <laughs> それ最高だねあハヤトさんヤっホーそう休憩ってことはこの後もね配信するよケケサインもうケサイン考えとかないとだね でもなんか、ひらがなで K K、ケイケあ、カタカナで、ケイケって書いててもなんか、すっごいサインになりそう。確かに、ケけさんにサインもらうけけケめっちゃ有名人じゃん。まあ、ホゲータだからね、なんて言ったっての、ポケモンにあの出ちゃってますからね。超有名人だよ。あと、二日で夏休み。おお夏休みの予定はあるんですかどっか行くんですか夏休みは。てかさ、学生の方ってさ、夏休みってあるじゃん。 あのもう学生が終わってさ働いてる方ってさ夏休みってあるのかなありますみんな夏休みってのりちゃんのりちゃんだからばこのりちゃんありがとう明日まで学校あじゃあ大体い明後日ぐらいからあ会社によってなのかなあ盆休みかお盆休みかほぼお盆休みねのんさんフォローありがとう 明後日まで学校。お、じゃあ明日とか明後日ぐらいからみんなあれなのかなカタカナの毛に似てるからサイン竹でいいですか <laughs> 確かに、毛と毛をちっちゃくくっつけて書いたら竹だね。なんか竹さんのサインみたいになっちゃうよ、それ。<laughs> 誰や、誰や。なっちーはね、夏休みね、今年ね、あのー、初めての、 あの今のグループに入って初めての夏休みがあったんですけどもう夏休み終わっちゃいました <laughs> はいちょっと早い一足早い夏休みだったでも8月中かにね1回はね友達とね海行きたいねって話してるだから焼けないように1回海行く予定が合えば寺田さん雄大さんフォローありがとうチョコレートありがとう MR さん 海はいい、そう、海行きたいんだよね。でも、水着とかももうずーっとさ、買ってなくって。そう、買ってないんですよ。このあの、夏休み期間中にプール行った時も、あの、日焼け嫌だって思って、水着っていう水着っていうよりも、もうラッシュガードで行ったら。